ジェファーソン軍はアメリカ合衆国のネブラスカ州にある軍。2000年時点での人口は8333人で軍庁所在地はフェアベリー。第3代アメリカ合衆国大統領のトーマス・ジェファーソンにちなんで名付けられた。ネブラスカ州のナンバープレートでジェファーソン軍の車両は最初の数字が33になっている。 これは1922年にナンバープレートの制度を確立した際、ジェファーソン軍の車両登録台数が州内の軍の中で33番が目に多かったからである。アメリカ合衆国国勢調査局によると、この軍は総面積1491平方キロメートルである。このうち1484平方キロメートルが陸地で、6平方キロメートルが海や、 湖などの水地域である。総面積のうち0.43%が水地域となっている。2000年の時点での軍の人口ピラミッド2000年の国勢調査によると、ジェファーソン軍には8333人、3527世帯、及び2352家族が暮らしている。人口密度は6、平方キロメートルで3、 平方キロメートルの平均的な密度に3942件の住居が立っている。この軍の人種の構成は、白人98.42%、黒人0.07%、先住民0.38%、アジア系0.17%、太平洋諸島系セント、その他の人種ントおよび今月、パーセントで、 1.31%の人々がヒスパニックまたはラテン系である。ジェファーソン郡に住む3527世帯のうち28.00%は18歳未満の子供と暮らしており、57.90%は夫婦で生活している。5.80%は未婚の女性が世帯主であり、33.30%は 家族以外の住人と同居している。29.60%は独居で、全世帯の17.20%は65歳以上の、独居老人世帯である。1世帯あたりの平均人数は2.32人で、あり、家庭の場合は2.85人である。軍の住民は23.30%が18歳未満の、子供で、 18歳以上24歳以下が6.10%、25歳以上44歳以下が23.70%、45歳以上64歳以下が24.30%、および65歳以上が22.70%となっている。平均年齢は43歳である。女性100人に対して男性は95.60人いて、 18歳以上の女性100人に対しては、男性は91.80人いる。軍の世帯ごとの平均収入は32,629ベイドルで、家族ごとでは47,47 47ベイドルである。男性の26,929ベイドルに対して、女性は18,594ベイドルの平均的な収入がある。 この軍の一人当たりの収入は18,380米ドルである。総人口の8.90%、家族の8.00%は貧困戦以下である。18歳未満の子供の10.20%及び65歳以上の8.70%は貧困戦以下の生活を送っている。ありがとうございます。